橋脚、高架の伏線線路、それにホーム、毎回出し入れに時間がかかるけどまあ仕方ないか。私が出ない鉄道模型動画ばかり投稿しちゃってあの主は、とりあえずちゃちゃっと作っちゃいますか。よしできた。おっはよう、あーちょうどレイアウトができている。メディいらっしゃい。ミスキーはいないか。なんか和田岬線に乗ってくるとか言って出かけちゃったよ。なんだと、あ、そうだ。メディよ、ここにプラードのレイアウトを出してくれない？うん、構わないよ。じゃあちょっと待っててねできたよ。ご苦労様。さてどうなったかな？あ、そっちも効果を使ったか。今回のレイアウトは、ちょっと面白い感じになっていてね。同じ区間を行ったり来たりするレイアウト。車両は鉄道模型側からは、おなじみ201系と近鉄8600系。あれおかしいな、今なんかセリフ飛ばされたような。ははは、そんなわけないじゃん、気のせいだよ。そうだよね。あ、プラードからは、近鉄5万系島風、カシオペア、E233 系最上線、阪急1000系をセレクトしたよ。それではお先に出発。じゃあこっちも出発。あとはじっくり眺めようか。